クリストファー・ウィリアム・ロバーソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ郡、オークランド出身のプロ野球選手。現在は、メキシカンリーグのモンテレー・サルタンズに所属している。2001年の MLB ドラフトで、フィラデルフィア・フィリーズに、ドラフト9巡目で指名され、契約を結び、プロ入りを果たした。同年は、参加ルーキー級のガルフコーストリーグ・フィリーズでプレーし、38試合に、 出場し、打率、248、13打点、33安打、6盗塁を記録した。2002年は、三回 A-9 のバタビアトロハンズでプレーし、62試合に出場し、打率、276、日本塁が、24打点、59安打、17盗塁を記録した。2003年は、三回 A 級のレイクウッド、ブルークローズでプレーし、 132試合に出場し、打率、234、2本類だ、32打点、110安打、59、盗塁を記録した。2004年は、参加 A 級のクリアウォータースレッシャーズでプレーし、83試合に出場し、打率、307、9本類打38打点、96安打、16、盗塁を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグのフェニックスデザートドッグスに派遣された。2005年は3回 AA 級のレディングファイティンフィルズでプレーし、139試合に出場し、打率311、15本塁打、70打点、172アンダー、34盗塁を記録した。同年のイースタンリーグオールスターゲームにも選出され、イースタンリーグ新人賞を受賞した。オフには、 ウィンターリーグであるリーガメヒカーナデルパシフィコのナランヘロスデエルモシージョに所属した。2006年は開幕を参加トリプル A 級のスクラントンウィルクスバリ、レッドバロンズでプレイし74試合に出場し、打率292、1本塁打、17打点、83アンダ、25、盗塁を記録した。5月12日にメジャーデビューを果たした。 これにより選出されていたオリンピック予選野球アメリカ合衆国代表は辞退している。メジャーでは57試合に出場し、打率195、1打点、8安打、3盗塁を記録した。オフには前年同様にエルモシージョに所属し、58試合に出場し、打率277、5本塁打、22打点、64安打。 10盗塁を記録した。2007年は、参加ル a 級のオタワリンクスでは113試合に出場し、打率266、4本塁打、48打点、123安打、19盗塁を記録した。メジャーでは28試合に出場し、打率286、1打点、8安打、に盗塁を記録した。オフには、 前年同様にエルモシージョに所属し、18試合に出場して、打率、286、日本塁打、11打点、20安打、7盗塁を記録した。2008年1月に、金銭トレードで、ボルチモアオリオールズへ移籍した。移籍後は、トリプル a 級のノーフォークタイズへ配属された。123試合に出場し、打率、279、 6本類だ、57打点、122アンダー、20盗塁を記録した。オフに FA となった。また、前年同様にエルモシージョに所属し、59試合に出場し、打率、323、2本類だ、25打点、84アンダー、16盗塁を記録した。2009年1月にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。 参加トリプル A 級のリノエーシズで開幕を迎えた。127試合に出場し、打率26 7、267,7本塁打五59打点、111安打、30盗塁を記録した。オフの11月9日に FA となった。また、前年同様にエルモシージョに所属し、41試合に出場し、打率23、232,3本塁打、11打点。 39アンダー6盗塁を記録した。2010年3月16日にメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズと契約を結んだ。オフには前年同様にエルモシージョに所属し、57試合に出場し、打率2 4三4本塁が33打点58アンダー11盗塁を記録した。同年は103試合に出場し、打率三百六 12本塁打、四46打点、128、安打、二21盗塁を記録した。同年のメキシカンリーグオールスターゲームにも選出されている。2011年は100試合に出場し、打率、337、13本塁打、六66打点、142安打、二22盗塁を記録した。同年のメキシカンリーグオールスターゲームにも2年、 連続2回目の選出を果たした。オフには、リーガメヒカーナデルパシフィコのアギラスでメヒカリに所属し、63試合に出場し、打率、283本塁打、23打点、70安打、23打点、12盗塁を記録した。2012年は独立リーグである、アメリカンアソシエーションのウィニペグゴールドアイズと契約を結んだ。 同年は94試合に出場し、打率、317、11本塁打、五59打点、125アンダ、36盗塁を記録した。同年限りで対談した。オフには、前年同様にメヒカリに所属し、63試合に出場し、打率、294、4本塁打、18打点、77アンダ、30盗塁を記録した。 2013年5月24日にメキシカンリーグのサルタンズと契約を結んで復帰した。2013年は60試合に出場し、打率362、13本塁打、43打点、85、アンダー、9盗塁を記録した。オフには前年同様にメヒカリに所属し、67試合に出場し、打率288、11本塁打、 33打点、77安打、17盗塁を記録した。2014年には、同年のカリビアンシリーズに出場し、ベストナインと MVP を受賞した。シーズンでは96試合に出場し、打率、384、15本塁打、71打点、154、安打、26盗塁を記録した。 同年のメキシカンリーグオールスターゲームにも3年ぶり3回目の選出を果たした。オフには前年同様にメヒカリに所属し、63試合に出場し、打率267、4本塁打、29打点、65アンダー、11、盗塁を記録した。2015年は85試合に出場し、打率304、12本塁打、46打点、 101アンダー12盗塁を記録した。同年のメキシカンリーグオールスターゲームにも2年連続4回目の選出を果たした。オフには前年同様にメヒカリに所属し、59試合に出場し、打率325日本塁が23打点69アンダー10盗塁を記録した。2016年は103試合に出場し、打率320 8本打、四46打点、133安打、26盗塁を記録した。オフには、前年同様にメヒカリに所属し、61試合に出場し、打率、332、五本打、二25打点、80安打、9盗塁を記録した。2017年開幕前の2月8日に第4回 WBC ホーム戦のメキシコ代表に選出された。 メキシコに活動拠点を移して、現地の女性と結婚して二人の子供を持つと同時に、メキシコに帰化している。ありがとうございます。